教えてヒゲの隊長。あれ、あかりちゃん。あ、ヒゲの隊長さん、ナイスタイミング。なに、ナイスタイミングって。今会いたい人ナンバーワンよ、隊長さん。だって聞きたいことがこんなにこんなにこんなにあるんですもの。そりゃ大変だ。じゃあズバリ聞くわよ。日本は戦争に巻き込まれちゃうの？そんなことない。でも本気で心配なんだね。大事な問題だよね。政治を預かる私たちも真剣に考えているんだ。ニュースでも平和安全なんとかって法律のことを言ってるけど。平和安全法制のことだね。日本国民みんなの命と平和な暮らしを守る、そのための法律の整備だよ。あかりちゃんも知ってる通り、最近の日本を取り巻く情勢は残念ながら決して安全とは言えなくなってるよね。うん、ほんと心配。実際に日本にミサイルを向けている国があるの知ってる？なんとなくは。もし現実にミサイルを撃ってきたらどうする？え、撃ってくるの？無理無理、誰か守って。そうだよね、私たちも守りたいと思ってるんだ。他にも尖閣諸島でのトラブルとか知ってるでしょ。日本の領土領空を守るために自衛隊の飛行機が緊急発進した回数はなんと10年前の7倍になってるんだ。北朝鮮も核実験を繰り返しているし、最近はテロやサイバー攻撃も本当に深刻。私たち日本人もいろんな脅威にさらされているんだ。やれやれ、物騒だね。そこで問題なのは、今ある法律ではね、いくつか隙間があって万が一の事態に対応できないということなんだ。具体的には戦争が起きた国から日本人を避難させようとしてアメリカの船が運んでくれていても、その船を守ることができないんだ。あと日本に向けて発射されたミサイルを同盟国のアメリカの戦艦が撃ち落とそうとする、その時その戦艦が攻撃されても何にも手助けができないんだ。おかしいよね。だって撃ち落としに失敗したら日本にミサイルが飛んでくるのに。わあ、怖い。だから日本人の安全を守るため、いろいろな法律を点検して隙間を防ぐこと、そして協力し合って日本を守ることが大事。そうすることで抑止力がさらに高まり、戦争を未然に防ぐ、それが平和安全法制の目的なんだ。隙間に物が挟まると虫歯になるしね。それと抑止力って言葉よく聞くけど。それはね、軽々しく日本を攻撃しようなんて思わせない力、相手を思いとどまらせることだね。抑止力が高まれば戦争が起きにくくなる。じゃあ抑止力があればいいのね。ああ、そんなに簡単じゃないんだ。でも何重にも備えることは大事。アメリカとの同盟関係も強化するし、それだけでなくアジアの国々や世界中の友好国と信頼関係を深める努力も一層大事になってくるよね。具体的には積極的に国際社会の責任を果たすこと。どんな国も今や一国だけで安全を守ることはできないよね。だから日本自身が国際社会の平和と繁栄に積極的に貢献をして信頼されるメンバーになることが必要なんだ。いろんな国々が国際社会の平和と安全のため汗を流している。日本も人道的な国際貢献の幅を広げたりして、さらに汗を流していくことが重要なんだよね。自衛隊さんには頑張ってほしいね。ついついみんな他人事みたいになっちゃうけど、政治家や自衛隊だけの話じゃないんだ。みんなで関心を持って正しく理解することが日本にとって一番大事だね。うん、私も頑張るわ。で、本当に戦争に巻き込まれたりしちゃわないわけ？そんなことないから。徴兵制なんかも絶対にありえない。だってあれ、もうついちゃった。もっともっともっと話を聞きたかったけど、続きはまたね、ヒゲの隊長さん。お手柔らかに。 See you。